隊長のさ腰の動きをさあみんなで振ろうよってこうやってわかる、フラフープの要領だよ、こうフラフープ、あとできてないのでねできてないですよ、コアリズムを思い出して、こうやってのこうやってダイエット、昔やってたダイエット、あこういうのあったの、投げて投げて投げてサイズピッタハゲさあコアマッスル意識して、いやあんたコアマッスル意識して叩いてドラミングだってやってたもん、全然コアリズムめっちゃ覚えとるやんやってた、コアで、ね、そうだよね、流行ってたね、そうやってました、やってました毎日じゃあ続いていきましょうか、みこちかな、はい、お願いします、言ってる、残りの2個手に取るかこのダイヤのツルハシが消えるか、そのどっちかってわけ、燃えてきた、あー来てる、神は言ってる、マジ、あらあらまちゃん、あらまちゃん、あらまちゃん、あらまちゃん2個入ってるだから言ったべこでしょって、べこはいネザーライト1個ゲッチュ、後輩家買ったよ、14万分の1見つけました、とこれ神かよ、神、神リッチ来てる、よっしゃはい、みんな帰りますよ、帰ろ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 、出し方はね、あの口あー開けてもらって、こうベロをね、って、まあ、ちょっと、って出すんですけど、それを右左右左左右に、って、左右に高速で動かします。ムキロデの掛け声来ちゃう。あのムキロデのね、コスプレ界になった、その掛け声がね、もうけたたましく鳴り響いてるかもしれませんね。そう。かきょういかきょう印刷もありますね、下ネジ切らない ASMR 出すからちょっと恥ずかしいけどね、高速で動かせない、そこはもう舌を高速で動かしてもらって左右に左右にビビビビビって動かしてもらって、あー、ウェルカムメンバー、むぎゅむぎゅー、嬉しいね、これ嬉しい時にね、やるんだよ、嬉しい時にこうやってやるんだよ、